ゆっくり歴2200年、突如蔓延した未知のウイルスにより、人類は滅亡の危機に、なんとか感染者の手を逃れ、生き残った者たちもいるが、感染するのも時間の問題、果たして人類は、生き残れるのか。本日気象庁は、桜の開花を発表いたしました。もうそんな時期か、すっかり暖かくなってきたわね。ただいま速報が入ってきました。何かしら？どうやら渋谷で人々が次々とおかしくなっているようです。え、何それ、怖い。このスタジオも渋谷にあるのですが、大丈夫でしょうか？なんだ君は、今本番中だぞ。どうした？どんだけ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 。じゃあなんだ、何が起こった？この日を境に、世界は激変していく。いやー、理由の女神って緑だったのね。ずっと、白だと思ってた。あと、もっと大きいもんだと思ってたわ。緑ちゃんどうした？ゆうに、逃げて。緑ちゃん、顔が。もうだね。理性が。どんだけ。皆様、ゆっくりテレビトリシブ、レポーターの豊姫です。ただいま現地時間朝の10時ですが、辺りは静まり返っています。これは一体どういうことでしょうか？連日世界で起きている様々な異変、何かの前触れでしょうか？後ろにそびえ立つ世界有数の観光名所、エッフェル塔も、どこか寂しい影を落としているようです。年間、1000万人もの観光客が、世界各国から訪れていたという、この万里の長城も、今やもぬけの殻、しかし深夜になると怪しい人影が騒ぎ出すとの噂も。動物たちはいつもと変わらず、変わった様子は見られない、人類だけに感染する、ウイルスなのだろうか。ようやく朝になったな。そろそろ物資も切れてきたし、また町に調達に行かないと。ところで霊夢はどこ行った？霊夢ならバスルームだろ。バスルームと言ってももはや水すら出ないけど。またか。やっぱ仲間の感染はショックだったようだな。豊姫、メカニトリちゃん、ユーギ、エイキ、絶対に生き延びて、この原因を突き止めるから。霊夢、やっぱりここだったか。なるべく単独行動は避けるように。あ、高橋、日が昇った。奴らの動きが活発になる前に物資の調達に行くぞ。そうね、また夜になったら奴らが動き出す。おし、じゃあ目的地は昨日見つけた倒壊している集合住宅。遠目で見た感じ、下の方はもう荒らされている感じだったが、上の階の方に食料らしきものを発見。でもだいぶ崩れていたから、慎重に行かないと危険ね。そうだな、それと昼だからといって、ウォーカマーが出ないとは限らない。油断せずに行こう。じゃあ。おし、じゃあ3手に分かれよう。了解、私は建物右側の部屋を。私は中央、そしてマリサが左側で。オッケー、じゃあ物資は必要なものを最小に、欲張りすぎると命取りよ。ラジャー。じゃあ1時間後、またここで。やっぱ中もだいぶガタが来てやがる、いつ崩れてもおかしくない。これは急いだ方がいいな。なんとか、物置に数本残ってる水を確保。封も開いてないし、大丈夫でしょう。危ない危ない、床が抜け落ちるとこだった。それにしても、生活の影すらないな。ここで暮らしていた人は逃げたのか、はたまたすでに感染してしまっているのか。おっと、そんなこと考えても仕方がない。別の部屋を探さなければ。お、結構集まったな。非常食。3人で分けて。まあ3日分ってとこかしらね。まあ何もない時だってあるんだ。これだけあっただけでもラッキーと思う。そうだな。それより霊夢、おでこどうした？ちょっと足場が崩れてる場所があって、ぶつけちゃって。マジか、大丈夫か？大丈夫よ。ただのかすり傷。そうか、ならいいが。話はそこまで。さあ、とりあえずアジトに戻ろう。まだ明るいが、無理は禁物。夕暮れまでしっかり休もう。今日もやるのね、奴らの生態調査。敵を知ることで、何か解決の糸口が見つけられるかも。そういうこと。現在わかっていることは、奴らは夜行性であること。そして仲間で集まり、集団で暮らしている。二
通の人間を見ると、仲間にしようと、どんだけどんだけと言って襲ってくる。キスをされたら最後。助けてー。どんだけどんだけどんだけ。じゃあ。おかま仲間、仲間おかま。かま仲間おかま炊飯器。そして帰巣本能、夜の活動していない時間は、自分の長年暮らしていた場所に戻る。英気も、豊姫も、メカニトリちゃんも、遊戯も、みんなあの家に戻ってきました。きっと今は全員部屋にいるわね。待ってて、絶対元に戻すから。どんだけー。ラブキューニュー。はがいじめー。みなさん、絶対になんとかしますから。もう少し待っててください。あんな姿になっちゃって。カマウイルス、恐るべし。奴らの秘密、暴いてみせる。おう、頑張るぞ。どんだけ、どんだけ、どんだけ。ち、今日は入り口に数が多いな。ちょっと、あそこは突破できそうにないわね。まあ今は夜、目的は奴らの観察、特に問題はないだろう。町の調査はお昼、奴らが家に戻った時だな。そうね。悔しいけど、今は見てるだけしかできない。しょうがない、中の様子見は諦めて明日に備えよう。了解。おし、今日こそ敵のアジトをくまなく調べて、奴らの秘密を暴いてやろう。絶対に、絶対に何か弱点や直す方法はあるはず。うん、そうね。希望は捨てちゃいけないわ。霊夢は、またバスルームかな？きっとそうね、迎えに行きましょう。霊夢、行くぞ。まあ大丈夫、みんなならきっと元に戻るさ。そうだぞ、私たちが希望を失ったら、みんなも元には戻せない。さあ、こっちおいで。どんだけどんだけ。危ないマリサ。高橋。お、缶詰発見。しかもカニ缶。これは二人とも喜んでくれそうだわ。絶対に生き延びて、みんなを元に戻すんだから。どんだけー。え、いやだー。高橋、おい高橋、目を覚ませ。お願いだから。よかった。気がついた。私は一体、そうだ、霊夢は？ダメ、高橋が助けてくれた後、とっさに逃げて隠れてたら、みんなの家の方に向かって行ったわ、きっと。昨日感染してたのね。そうか。マリサ、僕がああなってしまうのも時間の問題。ごめん。私をかばったばっかりに。マリサが謝ることじゃないさ、勝手に僕がしたことだ。もう私、これからどうしたらいいのか。マリサ、落ち着いて聞いてくれ。実は、これまでの調査で、奴らのボスがいるであろう隠れ家が分かった。黙っていてすまない、危険すぎるからいつか一人で行こうと思っていて。高橋。しかし僕に残された時間はわずか。マリサ、女の子の君にこんなこと頼んでしまって、本当に申し訳ないが。いいのよ、ずっとそのために必死に頑張ってきたじゃない。すまない。もう希望は君だけだ。奴らのアジトに潜入して秘密を暴き、みんなを元に戻してやってくれ。任せろ、あとは私に。任せろ、これがアジトの場所だ。マリサ、頼んだ。わかったわ、高橋が救ってくれたこと、絶対に無駄にはしない。それと最後のお願い、聞いてもらえるかな。なんだ、何でも言ってくれ。まだ理性があるうちに、このままお別れをさせてくれ。じゃあ、行ってくる。マリサ、ありがとう。私も、ここまでか。どんだけ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 。とうとう残り、私一人だけ。なんで、なんで、なんで。ちょっと前まであんなに楽しかったのに。もう希望は君だけだ。奴らのアジトに潜入して秘密を暴き、みんなを元に戻してやってくれ。任せろ、あとは私に。任せろ。ダメよマリサ、しっかりしないと。みんなを助けるのは私、私なら絶対に大丈夫。ここがオオカマーの総本山。高橋によると、ボスらしき奴が出入りしてるとの情報が。おし、覚悟を決めるしかないわね。カマー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 。どんだけどんだけどんだけ。え、なんで、ここに。果たして、マリサが見たものとは、次回、完結。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、サンキュー。サンキューな。誠にありがとうございます。ワンワン、ペンペンペーン。なー。
おめえはホモサピエンスだろ。それじゃあまた次の動画で。